い、こんにちは、イッキーです。まあ、今回は、まあ、料理動画ってことで、ね、まあ、スープを作っていきたいと思います。まあ、用意する材料は、まあ、ニンニク、醤油、まあ、塩、あとごま油ですね、ここにあります。ちょっと、で、お湯ができたので、ちょっと、飲みますか。入れていきたいと思います。これ一番危ないです。配分間違えたら終わるんで、これぐらいですか。で、今入ったんで、閉じて、ちょっと醤油入れます。だいぶ入れて、醤油ラーメンみたいな感じでだいぶ入れましたけど、今次はまあ塩ですね。これ全然塩コショウでもいいですけど、塩コショウだとコショウを振ってみたいなんで、次はコショウです。コショウじゃなくて塩です。これもだいぶ入れます。塩分大丈夫かと思いますけど、まあ、それは大丈夫です。ひどのまま閉めました。ちょっと音あんまり聞こえないと思うんで、失礼しますか。これも入りますけど。何撮ってるんですか？あの、料理道具。では、大丈夫です。今、塩コショウしてますよ、これ。だいぶ入れた。次は、この出汁ですね、いりこ出汁です。本当に全部入れて、まあ、なくなるまで入れてください。で、まあ、最後にニンニクですね。まあニンニクは味が効くんで、いや最後じゃなくて、で、ニンニクですね。これ硬いですね。はい、出ました。今たっぷり入れて、で、最後ごま油ですね。出ます。ちょっと、まだあると思うんですが、なんですけど、まあありませんでした。じゃあこれで5分ぐらい。ちょっとまず、まあ4分ぐらいです。混ぜてます。味を仕込んでみましょうか。ニンニクの匂いがしますね。じゃあごま油使いますか。いや無理です。
味付け程度なんで、匂いですか。一回ちょっと確かめます。あ、めっちゃ美味しいです。だしの味がします。ちょっと食べてみます。これで5分ぐらい待っていきたいと思います。まあ5分ぐらい測っ、ああ10分になったけど、まあいいっすね。これはデジロードとかリプトさんの間違いないあ、福寿さんじゃないですか。あそこにいる福寿さんですね。まあ、何を見てるかわかりませんけど。あそこに行きましょうかね。行きました。めっちゃ汚いです。一瞬だけ見た。汚いんでしょ。一瞬だけだからわかんないと思いますが。自分の動画でも見ましょう。これですよ。あ、昨日撮った動画です。ちょっと一回見てみましょう。今回は、まあ、ブーストマーク9とマーク3のレースバック買ってきたの。これに合うレースバックはどれか。ちょっと声ちっちゃいっすね。まあ僕こんな声なんで、15秒が。そこご上昇しといてください。なんかおかしいっすね。ダメ。まあ、至って別ですっすね。なんか、結構これ暗いんですけど、まあ、これ、なんか認識がおかしくなったりしてるんで、まあ、なんだ、ちょっと暗くしてるってことですね。今は次に見ても地面っすわ。変わりましたね。この衣装やっぱり何回かもかっこいいっすね。好きっすよ。ちょっと聞こえづらいと思いますが、まあこんな感じですね。ちょっと一瞬だけ動画見ました。次は見られません。他の YouTuber その方なんかちょっと一回上に行きましょう。いや、ここさっき昨日のあれ動画もまあこの寝室で撮ったんですけど、まああんまり買ってませんよ。
私これで支援だけなんですけど、一回設定をする確認したいと思います。まだ5分ぐらい経ってないと思いますが、この辺はやっぱりかっこいいっすね。僕好きですよ、これ。ちょっと一回止めて、ちょっと一回していきます。そう、この辺隠します。自分の家のやつがあるんで。お、鳴ってますね。聞こえますか？チェックしていきたいと思います。止めて、こんな感じですね。意外に早かったです。でもさっきのこのスピンがあるんで、これにもう一回混ぜて、ちょっと運んでいきたいと思います。いやでも熱すぎて、しかも持てませんから、こっからしまっていただきます。ちょめっちゃ汚いですけど、まあ、これはガマジンのうちのコスですかね。うわ、キッチンライトつけて、じゃあ一回食べてみようと思います。あ、ちょっとサーブに撮影しますか。なんかヘジルさんが動画見てますね。まあまだあれなんで大丈夫。動画見てます。ごめんなさい。ほっかりします。いただきます。うまいですね。前こう一回作って食べてみたんですけど、
まあ一緒のしょっぱさでめっちゃ美味しいです。本当に美味しいですこれ。配分間違えてないっすね。じゃあこのスープの名前決めましょう。まあユッキーの小杉のスープのにしましょう。これ本当美味しいけど、まあ、配分間違えたら、まあ、高血圧になる可能性があるんで、まあ気をつけましょう。じゃあ最後に煮切っていきたいと思います。あ、ちょっと食べていきたいと思います。飲んでか。まず、まずですよ。あ、ちょっと一回飲みたい。やっぱり一緒の味ですね、前食べたのと。美味しいです。配分絶対間違えてますよ。濃すぎるんですけど、その濃さが良くて、まあこのしょっぱさと醤油の濃さもまあいいバランスが取れてるし、まあ美味しくないってことはないっすね。そうか、これに鰹節入れるの忘れてました。追加で入れていきたいと思います。まあ、追いかつお節ですか。ちょっと言い方がかつお節です。じゃあちょっと入れていきたいと思います。うん、やっぱりたこ焼きの味、匂いがします。これで混ぜて、まあ視聴者さん少ないですけど、まあ見てくれる人いると思うんで、まあ応援よろしくお願いします。ちょっと混ぜて、これかつお節入ってます。ちょっとカメラ目線おかしいと思いますが、ほら混ぜてます。混ぜにくいですね、カメラで。よいしょ、もう一回かつお節入りのやつを食べていきたいと思います。やっぱり足りないって思ってたこれでしたね。めっちゃ美味しいです。これ夏とかに必要な塩分を、まあ、大量摂取するとめっちゃ美味しいです。まあ最近塩分がめっちゃ必要となってきてるんで、ちょっと飲んでいきたいと思います。ちょっと暑くてでも持てませんね。本当にこれ美味しいです。僕塩分全然足りてないんで、最近糖分しか取ってなくて、まあ多少は太ってきてるんで、まあこれ全部飲み干して、まあ夏に必要な塩分を全部取っていきたいと思います。これ全部、うん、本当に美味しい。これに冷たくしたら多分味のバランスも崩れると思うんで、まあ、まあそこら辺は、まあ、ご了承した方がいいと思います。自分の動画見て見ながら食べていきたいと思います。飲んで、今聞こえるとなりますが、これ毎回テストしてみます。ちょっと聞こえますか。仮面ライダー系の動画ですよ。仮面ライダー好きなんで。
いいアクセントですね。何でしょう、これ見えないと思います。なんか黒い線みたいなのがありました。この辺するのは忍者物質ですね。さすがに時間取りすぎたんで、まあ今回はまだ仕切ってないけど、紙に。まあ、今回はこれで終わりたいと思います。じゃあね、バイバイ。